ご乗車ありがとうございます。うどんタクシーのじゅんちゃんです。今日は八島にある源平うどんに来てます。八島は源平合戦で有名なところなんですけど、そのすぐ近くにあるうどん屋さんで、その源平合戦にちなんで名前が付けられた源平うどんさんです。演じと平氏にちなんだメニューもたくさんあるので、そのうちの一つ人気のやつを紹介したいと思います。はい、じゃあご案内します。何頼むんですか？これ源氏うどんがナンバーワンなので。めっちゃでかいですドーンってほかにもいっぱいメニューが。そうですね、定期のメニューがちょっと今季節的に今ないんですけど、夜市があるとかそういうのも夏限定なんですけど、あったりします。人気ナンバーワンの源氏うどんを。源氏うどん、主役の釜。あ、大丈夫です。はい、お願いします。あ、はい、はい、ラルの釜揚げ系のとこ、ラルの釜揚げ俺の中で選べる。あ、あの写真のやつ、ザルで。ザルで釜揚げ、はい、白で釜揚げ。あ、白で、うん、はい、わかるよ。源氏うどんサラダがつきます。すごい、結構いっぱい。すごいね、うん、ドレッシングも選べる。さぬきのというか、うどんを作るときによく昔から言われてた言葉で、土三貫六上五杯っていうんですけど、まずは塩1杯に対して水が3、冬は水が6、春と秋は5っていう、季節によって塩加減を変えてるっていう言葉です。やっぱり夏の方が汗かいたりするから塩は多めってことですか？あ、それもあるけど、夏は暑くて生地がだれるから塩で締め、塩分高めにして生地を締めるみたいな感じで塩分高めにしてます。冬は水多めっていうのは生地が結構硬く、寒くて生地が硬くなるんで。はい、一番呼ばれました。ぜひぜひ乗ってます。あ、はい、はい、ありがとうございます。わー、すごいすごいですね、これボリュームが源氏うどん。こうやって、イカ、スルメイカ。なんでこれ源氏うどんしたのか気になります。本当ですね、ちょっと聞いてたら、ちょっと聞いていいですか？なんか見た目がすごすぎて見た目がすごすぎてちょっと聞いていいですか？これなんか源氏をイメージしてなんかあれ？じゃあ大海。あ、大海。あー、なるほど。スルメ、意味深深でしょ？意味深深、はい。え、スルメっていうのはなんかあるんですか？いや、その通り。あ、こういう大海。スルメをその原理からなんか、はい、結びつく今回ではその通り。あ、とりあえずまあ新しく出したらなんかこうネーミング、はい、探すときに源平合戦からなんかないかなと思って。
で、扇を表現するために探してたらこのスルメになったんですね。すごい、ありがとうございます。すごい、結構びっくりですね、これめっちゃ大きい。いただきます。ザルうどん、ザルと釜揚げが選べたんですけど、人気ナンバーワンって書いてた入り口入ってドーンってやったやつがザルだったんで、ザルにしました。うわ、なんか持った感じからすごいしっかりした麺ですね。ちぎれた。めっちゃコシある、美味しい。あ、大根入れよう。さっきなんで入れんのかなと思って見てました。大根と生姜は後で、後で味変をするんで。大根は沢さんはいつもなんで生姜入れるのかなと思ってこの間聞いたんですけど味が最初は薄く食べよったら出汁が薄まるけん、いつも最後に最後の方に入れて味を変えて、生姜での味に変えて食べるようにしてます。私はおいしい。ザルにしたけんやっぱりめっちゃ水で締めてる分めちゃくちゃコシが感じます、ね、大きいですね。食べれるかなこんなにいっぱいこれでいくらなんでしたっけ。めっちゃ安かったですね。めっちゃ安かったですね。600いくらでしたね。すごー、スルメイカ。うん、うん、柔らかい、食べやすそうだった。うんうんうん、うん、ちょっと下味つけて、そう、スルメって珍しくない。うん、ね、ゲソ、ここはゲソ、あとか全部か。うん、一匹スルメイカ一匹って言ってました。うん。うん。うん。これは何ですか。さつまいも。これ。これ、なんだろう、さつまいも？うん、さつまいもっぽい。うん？うん、さつまいも。めちゃ豪華。すごい。いい感じ、ね、八島のふもとにある源平うどんで源氏うどんで、これ扇に
道着をイメージしてたって言ってたんですけど、あの夜市があの狙って売った扇のやつですよね。うん、すごいイメージ通りじゃないですかね、これ。すごいですね。ね、なんかサラダもあって、うん、天ぷらあってさつまいものもついてて、レモンも大根も、うん、わさびも生姜も、うんうんうん、めちゃくちゃ豪華な気がね。え、これはすごい。よいちも喜びますね。よいし、喜びます。あ、違う、源氏うどんやけど、よいちうどんっていうのはまた別でありましたね。野菜好きなんで、このサラダ、生サラダ嬉しい。うん、美味しい。美味しいです。ごちそうさまでした。すごいボリュームだったこの源氏うどん完食しました。もうお腹いっぱいです。あの八島に来たらこの源平うどん、なんか八島をこの源平合戦のこの与一があの落としたこの扇をイメージしたこのおうどん、なんか八島に八島を感じるというか、なんか八島にちなんだあのおうどん美味しくいただきました。麺もすごいコシがあって、なんか伸びるような麺ですごい美味しかったです。で、だしがこの出汁は甘めですごいいい感じでした。あとサラダがついてるのも、この油物スルメイカ、これ丸々1匹らしいので、それ結構油物を取るんで、このサラダがついてるのもすごいちょうど良かったです。この源氏うどんを食べて、私は今からあの八島に実際登って、源平合戦が行われたところをちょっと紹介後でしようと思いますので、また見てください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。